ねえねえ、ターボチャージャーちゃん、どうしたんだ、自然吸気ちゃん。昨年末くらいに三菱、アウトランダーが、フルモデルチェンジを実施したじゃん。ああ、約9年ぶりにフルモデルチェンジしたが、その新型アウトランダーがどうかしたのか。新型アウトランダーのテレビ CM に、ランエボ10が登場するんだけど、知っているぜ、私もテレビで見たからな。あの演出、私とっても複雑だったの。クロスオーバー SUV のアウトランダーに、ランエボ10を登場させる意味って何？そりゃあ、ランエボなどの開発で培った、電子制御 4WD をはじめとする走りの技術を、受け継いでいる、という意味だと思うが。いやいや、どんだけランエボに未練あんの？わ、私にそんなこと言われてもだな。てか、そこまでランエボに未練があるなら、SUV のテレビ CM に無理やり登場させる前に、さっさとランエボ11を開発するべきだって。そんなに簡単な話ではないんだろう。ランエボ11を発売する体力があるなら、三菱だって開発を進めているはずだ。スポーツカーの開発が大変なのはわかるよ。でも、そういう気がさらさらないくせに、テレビ CM にはちゃっかり登場させるって、ランエボを安売りしてるように感じちゃう。まあ、気持ちはわからんでもないが、あれはただのファンサービスだろう。ちょっと熱くなりすぎているぞ。ああいうテレビ CM を制作するならせめて、アウトランダーにスポーツモデルを設定するとか、やることやってから制作してほしいです。ということらしいです。三菱さん、うちの自然吸気がいろいろと申し訳ない。まあ、別に三菱に対して怒ってるとか、そういうわけじゃないんだけどね。にしても、SUV の新型アウトランダーに、スポーツモデルを設定してほしい、か。思わず口にしちゃったけど、さすがに現実的とは言えないよね。まあ、このご時世なかなか難しいだろうが、私は別に無理だと言いたいわけではなく、ちょっと懐かしい車を思い出してな。懐かしい車？自然吸気ちゃんはかつて販売されていた、エアトレックという SUV を知っているか。なんか聞いたことある気もするけど、どんな車なのかは全くわかんない。エアトレックは三菱が販売していた車で、今から約20年近く前のモデルになるんだ。へぇ、どうしてそれを思い出したの？エアトレックにはランエボの心臓、4G63 型ターボエンジンを搭載した、走り重視のグレードが存在していた。なんですと、SUV にランエボのエンジンって、一体どんな車なの？それじゃあ今回は、三菱が販売していた、エアトレックについて解説してやろうか。よろしくお願いします、スポーツギア。三菱が当時のダイムラー、クライスラーとの、提携後に掲げた、三菱ターンアラウンドプラン、リコール隠しが発端となりガタガタとなった、三菱の経営を立て直すための計画の一つだ。ターンアラウンドって、ひねりないな。まあ、それは別にどうでもいいんだけど、この、三菱ターンアラウンドプラン、を軸に、新たに開発された車がエアトレックなんだぜ。めちゃくちゃ重要な位置づけじゃん。ということは、まさか三菱、ターンアラウンドできなかった。どうしてそう思うんだ？いや、だってエアトレックってモデルは、現在のラインナップに存在しないでしょ。だから、計画も失敗に終わったのかと。それが存在していないわけじゃないんだな。それってどういう意味？エアトレックの輸出名は、アウトランダー。アウトランダーはエアトレックの後継者だ。え、そうだったの？実際に初代アウトランダーと入れ替わる形で、エアトレックは国内販売が終了となっている。そっか、アウトランダーって、もともとはエアトレックなのか。エアトレックの販売期間は2001年から2005年、三菱初の SUV として当時は話題となったぞ。三菱初の SUV、SUV はもっと昔から販売されてたでしょ？パジェロや RVR とか有名なモデルもあるじゃん。確かに。パジェロも RVR も SUV なのだが、この頃はまだ、SUV、というジャンルが、現在のように確立されていなかったんだ。そのため、当時の言葉を借りて言うならば、RVR は RV、パジェロはクロスカントリーとなり、三菱初の SUV はエアトレックで間違いないぞ。そんなのほぼヘリクツだよ。ヘリクツじゃない？成り立ちが違うからな。エアトレックはミニバンの使い勝手の良さ、ステーションワゴンのスポーティーな走り、四駆のアクロ走破性という3ジャンルの特徴を、高い次元でまとめた車に仕上がっている。一昔前の RV やクロカンよりも、今時の SUV に近い車なのかな？ああ、クロスオーバー SUV だから当然だ。スマートオールラウンダー。という、キャッチフレーズがまさにお似合いで、1台あれば何でもできる車に仕上がった。ボディサイズはどのくらいなの？全長 4410mm、全幅 1750mm、全高 1550mm、ホイールベースは 2625mm となっている。約20年前に登場したモデルなのに、ボディサイズは割と大柄じゃない？そうだな、特に全幅が大きいぞ。
当時販売されていたパジェロと、パジェロイオの間を埋めるとともに、RVR の後継としての役割もあった。ああ、だから全幅がそんなに大きいんだね。てか、めちゃくちゃ重要なモデルやんけ。ちなみに、エアトレックという社名は、爽やかな風と旅行を組み合わせた造語で、風のように自由な冒険、という意味だ。はい、とってもオシャレですなぁ。何でもできる SUV にぴったりの社名だね。三菱ターンアラウンドプランを軸に、極力コストを抑えて開発されたこの車、ベースはランサーセディアとなっている。ランサーセディアってどんな車だっけ？ランエボ7から9のベースになった車だ。おお、搭載するエンジンだけじゃなくて、ベースの車もランエボと同じなのか、もはや SUV 版のランエボじゃないですか。最低地上高は 195mm に設定されていて、アクロも難なく走行することができる。また、全高も 1550mm に設定したことで、SUV なのに立体駐車場に対応しているぞ。走る場所も止める場所も選ばないのか、普通に魅力的な車に仕上がっててよき。次は外観デザインをチェックしていこう。このエアトレックには大きく分けて、3種類の外観デザインが用意されている。前期、中期、後期ってこと？いや、標準モデルとスポーティーモデル、あとはアウトドア志向のモデルで3種類だ。めちゃくちゃ気合入ってますやん。リコール隠しがバレた直後だから、相当気合入れてたんだろうな。まあ、エアトレックが登場した後も、さらなるリコール隠しが発覚するけどな。ああ、せっかく良い車作るんだから、隠蔽なんてやめとけばよかったのに。まずは標準モデルのエアトレックから解説するぜ。全体的にはオーソドックスな SUV といった印象だが、堂々とした佇まいで、とても存在感があると思う。全長 4410mm の全幅 1750mm だったよね。最近の SUV で言うとどのモデルくらい？トヨタ、カローラクロスよりも一回り小さい。え、それじゃあ、エアトレックって今で言うと、コンパクト SUV クラスに該当するの？ああ、サイズ感で言うとそうなるな。大きめのコンパクト SUV といったところか。画像で見る限り、そういう風には見えないよ。てっきりもっと大柄の SUV だと思ってた。それだけ存在感がある、ということだ。最も個性的なのはフロントマスクで、イケイ4灯タイプのヘッドライトが、違和感なくしっかりと収まっている。なんだかトヨタ、アリストみたいだね。高級感のある顔つきでかっこいい。フロントグリルはシンプルな形状だ。水平基調のフロントバンパーは、ボディにワイド感を演出している。際立った個性や尖った部分はないけど、だからといって、無個性ではなくて、絶妙にまとまり感のある見た目だね。コンパクトなのに存在感はあるし、ラグジュアリーな雰囲気も感じるし、私は結構好きなデザイン。続いて、アウトドア志向のグレードである。スポーツギア、の外観デザインに迫るぞ。あれ、これもエアトレックなの。外観デザインがまるで別物なんだけど。スポーツギア、はエアトレック発売から、約2年が経った頃に新設定されたグレードだ。アウトドア志向の若者がターゲットで、ボディは 55mm ほどリフトアップされている。エアトレックはもともとアクロも得意だけど、さらにオフロードに特化しているのが、この、スポーツギア、ってわけだ。また、バンパーの造形変更に伴い、全長も 140mm ほど拡大されている。樹脂製パーツを採用してツートーンになったことで、アクティブさが強調されているように感じるよ。大型ルーフレールもタフな感じで悪くないね。最大の違いは見ればわかるがフロントマスクだ。ヘッドライトは万人受けする形状になったが、その分、前方に突出したフロントバンパーと、4分割されたフロントグリルが超個性的だな。アメ車っぽい雰囲気に仕上がってる。好みははっきり分かれると思うけど、ボンネットフードと連続している、グリルセンター部が力強くて素敵。スポーツギア、はこんなところにして、次はエアトレックのスポーティーグレード。ターボ R、の外観デザインを見ていこう。ターボ R、ですって、まさかこれが SUV 版ランエボ。ターボ R、の外観デザインは、標準のエアトレックに近いのか。そうだ、ヘッドライトはイケイ4灯タイプで。全体の雰囲気も標準モデルと類似しているが、より派手な顔つきに仕上がっているよな。うんうん、メッシュグリルを採用してるし、バンパーの造形もアグレッシブになったね。大型フォグランプはラリーカーっぽいかも。こちらも標準のエアトレックのように、ワイド感を強調した衣装となっている。ボンネットフードのダクトもかっちょええ。いやー、馬力ありますよって顔してる。ああ、スポーティーでかっこいいと思うぜ。ボディサイズに違いはあるの？全幅は同じで、全長が 55mm 拡大されている。全高は 10mm 程度だが低くなっているようだ。スポーツギア、とは反対に、ローダウンされてるんだね。走りにもしっかりこだわってそうだし、これは期待しても良い感じかな。
次はエアトレックの内装デザインをチェックだ。お、めちゃくちゃシンプルなインパネだね。なんだかちょっと輸入車っぽい雰囲気かも。エアトレックのインパネ8字型になっていて、インパネ中央にはエアコンベゼルと時計がある。その下には通勤のオーディオスペースを配置。メーターパネルは二眼式で視認性は高そう。ステアリングは可もなく不可もなく、だね。グレードによって、シートとドアトリム、インパネのオーナメントの色が変わるぞ。オレンジのカラーリングいいじゃん。結構雰囲気変わるもんだね。内装デザインの特徴として挙げられるのは、インパネシフトを採用しているところだ。これによって、エアトレックは SUV なのに、全席間のウォークスルーを実現している。SUV でウォークスルーって珍しいな。ちゃんと利便性も考えてあるんだね。一応補足しておくと、このウォークスルーは、利便性を考慮して設けたものではないそうだ。なんだ、褒めて損したよ。特徴的な T 字型のインパネは1960年代の、スポーツカーをモチーフにしているらしい。へぇ、スポーツカーがモチーフなのか。後部座席は頭上空間、足元空間ともに広い。4名乗車ならかなり快適に移動できるはずだ。5名乗車時もそこまで窮屈ではなさそう。次はいよいよエアトレックのスペックだ。待ってましたー。まずはエアトレックのパワーユニットだが、発売当初に設定されていたのは、4G63 型 2.0 リットル、直列4気筒 SOHC 自然吸気エンジン、最高出力126馬力、最大トルクは 17.6kg だ。こちらは廉価グレードに搭載されていた。一応、廉価グレードも 4G63 型ではあるのか。決してパワフルとは言えないけれど、街乗り程度なら特に問題なさそうだ。そして、もう一つが直噴 GDI 仕様となる、4G64 型 2.4 リットル、直列4気筒 DOHC 自然吸気エンジン、最高出力139馬力、最大トルクは 21.1kg だ。2.4 リットルなだけあって余裕ありそうだね。ファミリーカーとして使用するなら、こっちの方が間違いないかな。ただ、2.4 リットルの方は廃屋仕様だぞ。レギュラー仕様はないのか。発売当初はなかったが、後に追加されている。ただし、レギュラー仕様は直噴ではなく、最高出力133馬力、最大トルク 20.4kg と、わずかではあるがパワーダウンしている。迷いどころですなぁ。2004年1月以降は 2.4 リットルエンジンが、スポーツギア、のみの設定となり、マイベックエンジンへと換装された。お、マイベック来たー。この 4G69 型 2.4 リットル、直列4気筒 SOHC エンジンは、最高出力160馬力、最大トルク 21.9kg と、特に出力が大きくパワーアップしているぞ。余裕のある走りで快適に移動できそうだ。この 4G69 型も自然吸気エンジンだよね。ああ、ターボ R 以外のエアトレックは、すべて自然吸気エンジンを搭載している。ふむふむ、よくわかりましたー。それじゃあ、そろそろ、ターボ R の、スペックについて教えてほしいな。ターボ R が搭載するのはランエボでおなじみ 4G63 型 2.0 リットル直列4気筒 DOHC ターボエンジンだ。最高出力は240馬力、最大トルクは 35.0kg と、デチューンされて入るが十分パワフルだな。コンパクト SUV に240馬力のエンジンって、めちゃくちゃ楽しそうじゃん。トランスミッションはインベックス2と呼ばれる、スポーツモード付きの4速 AT と5速 AT があり、5速 AT はエンジンと同じクランエボ譲りだった。さすがに MT の設定はないか。スポーツモードで我慢してくれ。駆動方式は FF とフルタイム 4WD の2種類。ターボ R の駆動方式はどっちなの？もちろんフルタイム 4WD だぜ。やべえ、思ってたよりランエボだ。サスペンションはフロントがストラット式、リアがマルチリンク式となっているぞ。車両重量はどのくらいなの？エアトレック全体で 1330kg から1520kg となる。ターボ R は 1520kg だ。SUV だから当然だけど、そこそこ重たいんだね。だが、4G63 型ターボとフルタイム 4WD を搭載した、クロスオーバー SUV が 1520kg なら十分だろう。確かに、それはそうかもしれない。エアトレックって価格はいくらだったの？発売当初の価格は170万円から230万円だ。ターボ R は229万5千円で販売された。やだー、めちゃくちゃお安いじゃないの。新型アウトランダーも見習ってほしいなー。代わりにエクリプスクロスと RVR が頑張っているから許してやってくれ。しゃあなし。ちなみに、中古価格はどのくらい？現在、カーセンサーの掲載台数は11台で、流通しているグレードはほぼ、ターボ R、相場は40万円から80万円といった感じだな。中古価格も安い。流行りの SUV と名車ランエボー。
2台同時に購入したと思えば、80万円でもバーゲンセールだ。いや、そうはならないだろ。ただ、エアトレックは普通に魅力的な SUV だ。これから購入するとなるとちょっと古いが、扱いやすいサイズで実用性も高く走りも良い。見た目も普通にかっこいいしね。気になる人はカーセンサーをチェックしてね。ということで、今回はこれで終わりにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またねー。